バイカーとは、オートバイに乗る人。バイカーという言葉は、名刺バイクに、設備 GER をつけたもの。アメリカでは、バイカーはオートバイもしくは自転車に乗る人、アウトローモーターサイクルクラブのメンバーのことを指すが、ここでは日本におけるバイカーについて詳述する。競技には、アメリカンバイクに乗る人、またはその集団を指す。オートバイに乗る人全般を指す場合は、 ライダーやバイク乗りなどと呼ばれ、バイカーという呼称はあまり使われない。バイカーファッションの男女の後ろ姿。アメリカのクラブメンバーのファッションを真似する人も、バイカーと呼ぶ。彼らのファッションは、具体的には、アメリカ映画、乱暴者や、ワイルドエンジェル、イージーライダーといった映像作品に登場する人たちのファッションであり、バンソンやショットなどブランドのレザージャケットや、レザーベスト、 デザーパンツ、ジーベスト、ジーンズ、エンジニアブーツ、ウォレットチェーンなどを着用するのが定番である。クラブメンバーは背中にパッチをつけたジャケットなどを愛用しているが、あのパッチは MC パッチ、カラーと呼ばれるもので、所属しているグループを表す。MC パッチは上からクラブの名前、クラブロゴ、拠点としている場所を示している。 カラーはそれぞれ別の3種類のパッチで構成されている。服装以外では、長髪で武将髭を生やすのがおしゃれであるとされる。主に薬物取引や売春の圧戦その他反社会的行為により利益を出しているギャングの一種。日本では1990年代に横浜などを拠点として類似したグループが誕生していたが、前述の営利犯罪には関わることはなく。 他の不良グループと同じような活動実態だった、などがある。バイカーの意味偶国ご辞書。ありがとうございます。